さん。じゃあ被災者の皆さん、いろんなご苦労があると思います。新調査します。僕たちは、また別な場所で、いろんな活動をして支援できるように頑張ります。直接会うことがなかなかできない、そんな人たちの分も積極的に動けるように頑張っていきます。一緒に頑張っていきましょう。頑張れ。